こんにちは。ファイナルファンタジーの続きやっていきます。試練の城はクリアしてきたんで、クラスチェンジをね、バハムートにしてもらいましょう。はい。勇者と呼べる人間は久しくいなかったが、お前たちならば真の勇者と認めてもよいだろう。そのネズミの尻尾こそ勇気と力の証。さあ望むがよい。お前たちに勇者の称号を与えよう。で、これでジョブチェンジをすると、新しい装備が、ね、いけるようになると。あと、魔法とかも、覚えられるんだよね。これレベル3まで。バクーはレベル4までで、ノアとココは、なんかレベル7、8の、難しいやつとかもね、いけるということなんで。で、次がですね、ガイアの町というところに行って、情報収集ですね。情報収集と、あと魔法などを買い揃えましょう。一応ね、行ったんですけど、ジョブチェンジする前だったんで、買えない魔法とかもありましたから。この砂漠のですね、上の方、そう、ここ。ガイアの町。ここはガイアの町、外の人からは鷹の目と呼ばれています。南には鷹の翼と呼ばれる古い町があります。魔法。ブリザが持ってるんで、ブレイクも買う。ちなみにレベル上げとかしたんで、今43万ギルかな。レベルもね、56、7ぐらいまで上げましたね。1時間、1時間半ぐらいかな。ケアルガー、助かるわ。ガーディア。まあこれも覚えよう。んで、まあ、レオとバクーのこのレベルの低い魔法は、この動画撮り終わった後にでもね、裏でやっておきまーす。これはみんな持ってる。これも大丈夫。この町の泉の底には妖精にしか汲むことのできない空気の水が湧くと言います。空気の水。あ、これは。あー、出た、レベル8ね。そうね、城魔導士が攻撃できるのはいいよね。バオル。あー、魔法防御を消し去る。あー、ストップね。いやー、これ強いかな。切るね。使い勝手がいいといいけど。んで、道具屋。道具もまあ、ほぼほぼ買ってはある。まあ、これくらいでいいかな。お金すぐなくなるな。しかし。ルフェイン語を研究してるなんとかって学者の話を聞いたんだが、なんとかね。あ、これなんとかの家じゃないの？違うな。なんか盗賊っぽいな。別に悪いことしたとは思ってないね。捕まえた妖精は俺のもんだ。キャラバンに売っても構わねえだろ？妖精？
ああ、教会か。妖精ね。妖精いる？いない？いないね。妖精を探さないといけないのか。あ、これでも出ちゃうよね。そうだよね。妖精どこにいるんだ？空を駆け巡り天高く城を築いたという天空人の伝説が今もこの地に残っています。妖精を見つけないといけない。あのほうきは仕事をサボってばっかりでは本当にしょうがないんだよ。まったく。あー忙しさっさかさ。鷹の翼って知ってるかい？あそこの言葉は全然わからないんだ。信じらんない。あんたたち外の人でしょ？どうやってこんな山頂まで来たの？もしかして空を飛んでとか、そんなわけないわよね。妖精が見つからないぞ。この町の泉に住んでいる妖精を最近見かけないのよ。一体どうしちゃったのかしら。妖精いない？親父がいつも言ってたんだ。西にある城は勇気と力を試す城だって。まあこれは言ったな。妖精いない。私見たんです。夜空を光り輝くものが西の方へ飛んでいくのを。お、まあ外出ちゃったってことは、また攻略サイトを見てこないと話が難しいな。うん、こっちはいいよね。大丈夫だね。なんかさ、妖精を捕まえたって言ってたでしょ、この人。キャラバンに売った？キャラバンに売ったのか。ちょっと攻略サイトを見よう。ああ、キャラバンに売ったと。ということで、キャラバンに行けばいいんだね。お金8万。一応セーブもしとこう。で、キャラバンは、まあ、鷹の目ガイアから、まあ、東の方角ですね。海を渡って東の方角で、なんかね、この辺らしいという情報を得ていますが、飛空艇近くに降り入れ、ここか、こことか、ここは大丈夫だな。キャラバンね。入った。なんかいい感じだね。オアシス。あれ、妖精いないじゃん。へい、いらっしゃい。妖精の瓶。妖精の瓶か。妖精の瓶。あれ？肝心の妖精は？あれ、いないな。あれ、妖精の瓶買ったら戻っていいのかな。妖精の瓶ね。妖精の瓶の中に妖精が入ってるってことはある。ちょっと待って、アイテム。妖精が入った瓶、入ってね。使えない。妖精は一応ゲットしたから、そうね。まあ、ガイアに戻りましょうか。
はい。で、ガイアに戻る。お。多分妖精が出ていったんじゃないかなと思いますね。で、北東の方に行ったんで、追いかけましょう。お。こいつセリフ変わってるかな？ああ、変わってないな。で、多分まあ妖精がいるんでしょうね。あ、いますね。あなたたちは私を瓶から助け出してくれた人ね。まあ助け出したというか買ったんだけどね。いきなりいなくなっちゃって。ごめんなさい、逃げてしまって私怖くて仕方なかったの。お詫びに泉の底に湧いている空気の水を汲んできてあげるわ。空気の水ってなんか面白いね、表現がね。空気の水を手に入れた。その水からは限りなく空気が湧き出してくるのよ。ずっと潜っていられるっていうから、多分これで海に潜れるようになったわけで、次がですね、新しい町に向かうそうです。さっきのキャラバンの近くにある、音楽の町。ここに水の神殿に行くための、手がかりがあるとかないとか、ここに町があるんですが、多分、降りられませんから、あ、ここは？無理だな。あー、結構降りられないね。ここは？あ、行けた。まあ、ちなみにね、ソウルオブカオスも少し巡ってみたんですけどね、あれ、ただの鬼畜でしたね。クリア後か、クリア一歩手前ぐらいじゃないと、なんか、楽しめない感じでしたね。なんか、この亀はなんかギルガメっぽいね。アイスギガース。うん。音楽の街。道具は、まあ、金の針万能薬欲しいけど、お金なくなっちゃうな。武器、防具。教会。まず話を聞く前に武器防具などなど。あ、売ってんな。3万。攻撃力と命中率を上げる。自分の仲間のじゃないんだね。敵の即死攻撃を防ぎやすくなる。ラシーラはいるわ。これはだって多分めっちゃ回復するやつでしょ。うん。38。ケアル側？ 35。あ、これででも埋まっちゃったな。じゃあ情報収集。あんたの足は自分のものかい？お、なんか示唆的ですな。私のお父さんはキャラバンなの。今は西の砂漠に行ってるわ。いつも砂漠の北の端にある森の近くで休むんだって。早く帰ってきてくれないかな。あ、この町に来るのが先だったか。私の足を見て素敵でしょ。足があるって楽しいわ。ほら見てみて、こんなステップだってできるのよ。足。キャラバンのアンダーヒルがなんか変なもん持ってたぜ。あ、この町が先に来るところだな。
ふいひくくそ、俺に構わないよ、畜生。魚がさっぱり釣れねえんだ。こいつは商売があったりさ、飲まずにいられるかってんだ。コペのやつ、光ってる何かが落ちるのを見たとか、寝ぼけたことばっかり言いやがる。コペ。墓。ここも200年前までは立派な町だったらしいよ。これなんか意味ないの？墓標。墓標。あ、何にもないか。なんかありそうだけどね。ないね、多分ね。ないか。空気の水って聞いたことあるかい？あります。200年前の出来事じゃが、神殿が海に沈んだという話がある。噂だと今ではそこに人魚が住んでいるということじゃ。なるほどね。あ、ここは来たね。ルフェイン語とは、昔天空人と呼ばれていた人々が使っていた言葉のことです。私の兄ウネはいつも言っていましたけど、ノゼッタ石さえあれば話せるようになるのにと。ノゼッタ石か。よし。海の底に沈んだ神殿にはたくさんの財宝があるらしいわ。金銀ダイヤ、言葉や文化を記したいくつかの石板。まあ伝説だけどね。まあそこにノゼッタ石があるんでしょう。あとはこっち。俺がコペだよ。光ってるもの？あー、見たよ。北の滝の方だったかな。北の滝。誰も相手にしてくれないんだけどさ、機械仕掛けの化け物なんだ。北の滝に行く。それは空気の水。ずっとあなた方を待っていました。お願いです。人魚たちを救ってください。ん？あ、消えた。え、幽霊。樽に乗りますか。はい。あー、乗ったな。あー、直か。セーブしよう。まあ、ここもちょっと歩いてみて、なんか微妙そうだったら飛ばしますね。まあそうだよな、最初は戦闘メインだから、この探索パートだけ高速にして、何かあったら、通常の速度に戻します。
あれ、人魚いる。ああ、私の祈りに応えてくださったのですね。なんかヒント、いや、エンカウントするか、でも。ダイヤの腕は、これは、そうなるよね。私たち人魚は海の光を失うと水の泡になって消えてしまうの。ほう。あ、エンカウントしなそう。私たちの仲間の一人が上の世界を見に行ったまま帰ってこなくなっちゃったのよ。一体どうしたのかしら。元気にしているといいけど。まあ多分音楽の町にいた子がそうでしょうね。あなたたち水の中で息ができるの、どうして、どうして。お金はよく入ってんだけど、あんまりね、あんまり必要性は感じないよね。はい、海を救ってください。水のクリスタルの輝きを取り戻して。ねえ、そのクリスタルって伝説にあるもんじゃない？あなたたち一体何者なの？何者なんでしょうね。若者ですけどね。このまま海の輝きを取り戻せずに水の泡になってしまうのかしら。お金ばっかりだなあ。あんまり。あ、こっち行ってないか。な？ここは神殿の最上階です。水のカオスクラーケンは神殿の一番下に作って、逆の方向に来たわけだ。東の大陸の砂漠に立っているミダージュの塔ってあるでしょう。ありますね。あそこに誰かが入るのを見たの。素敵なチャイムの音がしていたわ。チャイムの音。毒消し。ダイヤシールド。これ喋ったかな。水のカオスがいる限り海の輝きはどんどん弱まっていくわ。5000ギル。お金はね、いらねえっすけどね。これこっちには行けないのか。あ、行けないね。お、道がある。え、広いな。ダイヤのコテ、ダイヤの兜。ロゼッタ石を手に入れた。このタイミングなんだ。なんかボスを倒してからではないんだね。まあでも、ちょっとね、装備が整ったというか。そういう部分はあるが。じゃあ、クラーケンのいる、一番下までね、行こうと思いますが、まあしっかりね、高速で飛ばしていきます。
おお、いった。ちょっと待って、よし、これあれか、ジョブチェンジしてから MP 増えるってことはこんなにレベル上げる必要なかったな。まあいっか。はい、じゃあ多分ボス戦ですね。ほっほっほっ、人間どもがここまでたどり着くとはな。だが水のカオス、クラーケンに水中でかなうと思ってか、怒り届かぬ深海で眠るがよい。うわー、やっぱタコかー。っすねー、ホーリー。そうだね、防御力上げて、これもまあ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 ヘイストでしょうね。ん？戦えるな。ちょっと余裕かもしれない。インディア。で、こっから攻撃に行けるから、ホーリー。で、まあ、サンガー。余裕っすね。これは。余裕だわ。ソウル・オブ・カオス先にやっちゃったからすごい余裕に感じる。まあこれはいかないけどね。水の祭壇、水の力が湧き出るところだ。これで
ああ、はいはいはい。音楽の街。いやいやいや。あ、変わってない。あれか、水の神殿の5階とかに行かないとダメなのかな？お？ドラゴンだ。これは驚いた。人間が称号を得たというのか。得ましたね。これがコッペ、あー、コッペねなるほどね。で、まあ、これで、あとクリスタル1個なんで、ちょっとね、レベル上げと、あとレオと、バクの魔法とかもね、買っておきたいと思いますんで、とりあえず今日は一旦ここで終わりにしましょう。というところで、ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように、ピヌさんでした。